どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さくて薄い G ラボの薄レレを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ今回の曲はですね、今6月なんですけど、まあこれ歌いたくなります。はい、こちらドーン、雨降りという童謡ですね。これ雨降れ降れ母さんが、あの曲です。これはですね、なんと皆さん、入門コード3つですよ。ウクレレこの曲から始めるのも最高にいいと思います。そしてですね、これキッズからもうお年寄りまで、もう日本人であればこの曲歌えるんじゃないですかね。だからみんなで歌える曲のテーマとしてもいいし、まあとにかくコードは簡単ですけどね。でも簡単だからこそのこの奥深さもありますんでね、やっていきましょう。はい、いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。この曲ね、5番までねあるんですよね。今回はボリュームたっぷりの5番までフルコーラスでやってみようと思います。はい、後半はそのかっこいいバージョンをやるんですけど、リズムですね。これリズムが入るだけでものすごくガラッと世界観変わる。今回のかっこいいバージョンは2つのリズムを織り交ぜて、このピチピチチャプチャプランランラン気分を盛り上げていこうと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださっているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたかったけどずっとチャンスがなかったですという方とか、楽器は一回チャレンジしたんだけどもう挫折しましたみたいな方がですね、あっという間にウクレレを弾きながら歌う弾き語りができるプログラムがございまして、このプログラム今もう全世界中の方がもう何万人も見てくださって、チャンネル登録の方も先日15万名突破でございます。これご活用されております。皆さんもこれすぐできますからね。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼っつきます。このリンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけであっという間です。これ YouTube チャンネルですね、無料ですからね。今すぐ音楽を聴くからやるに変えていきましょう。ここがスタートです。いってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃくちゃ簡単に弾けるようにしている練習曲の課題曲がもう1600曲ぐらいもアップロードされておりますから、これから皆さん音楽を聴くからやるに変えていきましょう。今日みたいな童謡めちゃくちゃ取り上げてますよ。これはいい童謡たくさんあります。ここに童謡のリストも貼っときましょう。これぜひご覧になってやってみてください。それでは行ってみましょう。雨が降ってても楽しくなっちゃうこの曲、童謡雨降り、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみー。1、2、3、4。雨降りガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いやいいですね。このピッチ
チピッチチャップなね、水たまりにこう長靴でバチャーンみたいな、そんなね、もうなんかやんちゃなイメージがこう出てくるんですけど、はい、これはね、気持ちがいいですよ。雨降っててもね、もうハッピーな気分になっちゃうんで、歌っていきましょう。今ね、さっきも言ったんですけど、フルコーラス、5番までやりました。なかなかボリュームがあると思うんですけど、コード進行一緒ですね。しかも入門コード3つですので、これは入門初心者の方でももうできると思います。そしてまずファーストステップは、今のシンプル簡単バージョンのガズレレ YouTube 動画に合わせて、練習してみてください。で、ガズさんの今の演奏と一緒に合わせられるようになったらですね、もうまず第一ステップクリアです。おめでとうございます。まあ、これだけでも素晴らしいことだと思うんですけど、次のステップもあります。ちゃんと次もステップに続いてる、繋がってるんでね、行きましょう。次のステップはですね、皆さんお一人だけで演奏してみる。歌を歌って、リズムを生んで、要はその音楽を自分一人だけで生み出す。これをやっていただきたいんですよ。これ気持ちがいいんですよ、すごく。で、どうやって進めていこうかということですけども、いずれはね、これ覚えちゃって、こう、雨のな景色を見ながら楽しく弾くっていうのもいいと思うんですけど、まずやっぱり最初楽譜を見て何回も何回も練習して覚えるのがいいと思うんですね。じゃあ楽譜ってどうしたら手に入るんだろうということなんですけど、安心してください。今ですね、この雨降りという曲なんですけど、はい、こんな感じでガズノートに書いて、これを見ながら今演奏したんですけど、このノートをですね、もうちょっとしたらこのカメラにこんな感じで大きく映して、みんなもこんな感じで書いてみたらいかがですかってシェアしようと思うんですけど、今ね、こんな便利なサービス始まってます。ガズクラブ。このガズクラブって一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の雨降りを含むガズが今まで書いて書いて書きまくってきたもう膨大な数のノート楽譜のストックの中から、皆さんが面白そうだな、やってみたいなと思う曲を毎月5曲お手元にダウンロードしていただいて、すぐに練習開始できるよという画期的なサービスなんです。でね、このね、ガズクラブっていうのは楽譜のダウンロード以外にも山盛りのコンテンツがいっぱいついておりまして、まずですね、ガズクラブメンバーになったらガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあります。すごいでしょ、アプリですよ。そこで落とした楽譜の管理だとか、いろんな情報とかこうゲットできるっていう、まあ画期的なそのアプリがあるんですよ。これがまた素晴らしい。そしてあとはですね、ガズオンと呼ばれている毎月2回行われている、全世界中から参加していただけるものすごいでっかい規模でやってるオンラインイベントがあります。オンラインライブでもう全世界中で一緒になってわーっとセッションしようということで、毎月課題曲を決めて、まあ月2回やってるんですけど、ね、次回はこの日程になってます。もういつも大盛り上がりです。もう汗だくでね、もう世界中とセッションみたいな感じやってますと、もう盛りだくさんになってるんですよね。ぜひ皆さんガズクラブご検討ください。あともう一つのサービスやってて、ガズクラブとは別のサービスなんですけど、このガズレレ大学です。こっちはですね、ちょっとこのリズムの深めようとか、ウクレレのもうちょっとその奥に、もうちょっとその深めたい、もうちょっと知りたいっていう、ちょっとこれお勉強、大学ですからね、これアカデミックなことをやります。こっちはですね、毎週2回のライブ配信コンテンツでも濃厚にリズムとかコードの抑え方とかも研究室みたいなもんで、ここもね、なかなか面白いんですよ。毎週2回ライブ配信で講義、ガズレレ大学の講義をやっておるというね、なかなか面白いことになってまして、そういうわけで今ガズクラブとガズレレ大学とか2つあるんですけど、まあガズクラブのイメージは、こう楽譜ダウンロードしてもそこでみんなでワイワイやる、もう街づくりみたいな感じで、もう本当に楽しい集まりって感じで、ガズレレ大学はちょっとこうアカデミックなね、お勉強するスタイルなので、ちょっとこうシュッとしてキャンパスライフ行こうぜみたいな感じなんで、まあまあご検討ください。概要欄にね、リンク貼っときますんでご活用ください。それでは楽譜を見ていきましょう。童謡、雨降りです。これ、雨降りってタイトルだとちょっとね、あれですけど、ね、雨降れ降れ、母さんがって聞くと、あれねって感じの曲ですよね。入門コード3つです。はい、傘のマークも一応イラスト入れときました。はい、イントロがこんな感じで入って、ここ下にくるっと囲ってるけれども、ここ要は、たーたーたーで、強いて伸ばすというような感じですね。これ、なんかニュアンス伝わりますよね。だんだんだーんって伸ばす。こんな感じでやっております。はい。これはめちゃくちゃ簡単なんで、一応書きますけど、この一番のこの、これがずーっとひたすら繰り返されてるような感じなんですけどね。で、こうやって今映していくんで、一時停止でメモっていただくか、これ、コード進行一緒ですから、歌詞を書き加えていくだけでね、いいんですけど、あとは、動画内のテロップ、で、デモ演奏の時のテロップを一時停止してメモっていただくか、さっきのガズクラブで、この楽譜そのものをダウンロードしていただくのもすごくいいと思います。とにかく楽譜を準備していきましょう。じゃあ映しとくんで、一時停止しとってください。しとってください。はい。で、ここ間奏っていうに、たまに間奏が入ります。今これ前奏と同じこう間奏が入って、でまたここ入っていくぞということですね。で、ここ3番やって、4番やって、はい。これコード進行一緒で歌詞が変わっていくだけですからね。全く一緒。はい。で、最後5番。5番までやったら、ここ終わったらまた最後エンディングという形でイントロと同じ間奏をやって、最後だけ G7、ダー、ダー、ダーって伸ばした。
これだけちょっとね、キーポイントになるところだと思いますけど、まあとにかくこれ以上シンプルにしようがないよっていうかぐらい、もう本当にもうめちゃくちゃ簡単な曲ですけど、でも簡単だからこそのね、奥深さもあるんですよ。テンポが速くならないようにとかね、しっかり言葉がわかるように歌うとか、そういうのを楽しみにしてください。じゃあ、出てくるコード。はい。C と F と G7。もうびっくりするぐらいの入門コードです。この C と F と G7 っていうのは、ウクレレを始めたいなと思った人がいきなり一番最初に習う入門コード中の入門コードなんです。C と F と G7。まあ今日はちょっとひとまずこれをシェアしておきましょう。はい。今これ、コードダイアグラムを今映すんですけど、C っていうのは、一番下の弦、1弦の3番目ですね、ここ。はい。こんな感じですよ。はい。これ、覚え方、皆さん覚えてますか？下一本です。下一本、こうやって覚えてください。C はね。じゃあ、F は、ここと、ここですね。指をこう、立ててください。F。はい。F の覚え方はですね、この2個の点を結ぶ、こう、斜めのイメージを持つといいんで、F は斜めって覚えるんですよ。これがキーポイントです。はい。その次、今日一番難しいコード、G7 ですけど、G7 は、ここと、ここと、ここの3箇所ですね。こんな感じで押さえます。で、さっきの F から説明なんですけど、F ってこうだったじゃないですか。G7 を押さえるとき、これ1個下げて、この薬指を1弦の2フレット、つまりここに置きたいんですけど、すごい狭いじゃないですか。だから、角度を変える。そして G7 こうやって押さえますね。この角度って結構大事ですよ。はい、G7 はよく見ると、こことこことここの3つを押さえて、こうよく見るとこれ正三角形なんで、G7 というのは、三角形っていう風に思います。C が下一本、F が斜め、G7 は三角形。こんな感じで覚えるのをおすすめしております。一応おさらいでお伝えしておきました。この三つのコードもめちゃくちゃ簡単コードなんで、マスターいきましょう。マスターしていきましょう。で、これがね、できるんだと、まずね、ほんとこういう曲でまあ、とにかくいっぱい楽しんでもらって、あとは、一番最初の冒頭で紹介したガズレレの初心者レッスンはここというところに行ってもらって、やってみてください。かなり楽しいんですよ。はい。したらですね、今日はこの流れでかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンもコード進行全く一緒なんですけど、やっぱりリズムをちょっと変えていこうかなというふうに思います。まずは今のシンプル簡単バージョン4つ弾きで、あんめ、あんめ、ふーれ、ふーれ、じゃん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 という感じでやってみて、これ歌の流れとかリズムを掴んできたらかっこいいバージョンに入っていこうと思うんですけど、リズムはですね、これはね、いろいろ聞いたんですけど、YouTube とかで。まあ、それぞれの方のアレンジがすごくいっぱいあるんですけど、今日はね、ガゼレレとしては2つの弾き方を混ぜていこうかなと思いました。これです、ドン。1番と2番は、ガズペジオ。はい。で、3番、4番、5番、つまり後半は、ルンルンビート。この弾き方でいこうと思います。ちなみに、このガズペジオなんですけど、これ、ルンルンビート見たらわかるように、今日のリズムはね、跳ねたリズム、シャッフルのリズムです。タッタ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 。普通のリズムって、ワン、ツー、スリー、フォー。だけど、今日はシャッフルのリズム。タッタタッタタッタタッ。はい。この中でやるガズペジオですからね。一応この2つの弾き方、基本的なところ、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、ガズペジオとルンルンビート、それぞれの濃厚解説動画アップロードされておりますので、その動画でまあじっくり確認してください。でね、順番としてはルンルンビート見てもらうといいと思います。ルンルンビートってこんなビートです。ドンドチャン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 。シャッフルのリズムでアクセントだけ。トントタンとトントタンとトントタンと。リズムがチャッカチャッカでしょ。で、ダンダダンタタンタタンタタンタ。アクセント。これでリズム感を生み出す。裏に来るアクセントなんで、リズムなかなかキープ難しいですよ。ブン、ダン、ブン、ダン、1、2、3、4。これがルンルンビートです。で、このシャッフルのリズムの中でやるガズペジオ。これが結構慣れないとちょっと難しいかもしれない。それで、これをリズムをガズペジオで、シャッフルのガズペジオでやるとこんな感じ。歌でやってみると、ガスペジオってね、シャッフルのガスペジオだとシャッフルのリズムってなかなか奥が深く難しいんですよ。まずはチャッカ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 、この基本のシャッフルのリズムを体で感じないとどっちにしてもね難しいと思うんですけど、まずそれ分かんなかったら今みたいに口で言ってみるのがすごくいいと思いますね。はい、今日はだからキーポイントは跳ねてるリズム、シャッフルの中でやるガズペジオとルンルンビート、これをでやっていきましょう。今回のガズレレバージョンのかっこいい版は今の2つでやるんですけど、まあ、これをいろんなリズムでできる可能性すごくありますんで、皆さんそれぞれ今練習中のリズムでこれ演奏してみるっていうのすごく面白いかもしれません。ひとまず今回のガズレレかっこいいバージョンのアレンジとしては、このガズペジオとルンルンビートでやってみようと思います。はい、そしてやっぱりね、これずっとコード進行同じで、やっぱりこのリズムが乱れないようにする。これが一個のね、この曲のまあ課題になるかなというふうに思います。こんな感じで途中でリズムを変えるとき
風にね、リズムを同じキープのタイミングでいくっていうのが、ね、今日のテーマになりますよということなんですけど、あとはもちろんですね、歌ですね、歌と歌詞。まず歌で言うと、歌のメロディーラインがすごくこう高いところに行ったり、トンと落ちたりとかして、思いのほかですね、この音程の高低差が結構あるなというのが思ったし、あとは歌詞の内容ですよね。もう、5番までしっかり見たことなかったんですけど、すごくこうストーリー仕立てみたいになってて、こんなのも感じながらね、あとは雨が降ってる時だったら、その景色も一緒にこう、一緒になんかこう楽しくなっちゃうようなイメージで、音楽は感情表現ですから、そういうところがすごく大事になると思います。そして、このシャッフルのリズムってのルンルンビートって言ってるように、体をこう、ルンルンルン気分で動かして、やるのがキーポイントになると思いますんで、雨降っててもハッピーになれる。まさにそれがそんなところだと思います。さあ、それではやっていきましょう。同様の雨降り。ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる !1、2、1、2、3、はい。テンテ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 テン。雨雨ふれふれ母さんが、やんの目でお迎え嬉しいな。ピッチピッチチャップチャップランランラン。かけましょカバンお母さんの、後から行こう行こう金が。結構ポイントで、だからこうね、雨が降っててもこうなんかチャパチャパでこう楽しげなムードが出るんじゃないかなと思います。体を揺らして、ルンルンビートってね、基本的に体を揺らすからルンルン気分になってやるからルンルンビートってネーミングですから、はい、ぜひ皆さんの体で表現していく音楽やっていきましょう。皆さんお知らせです。これ見て、これ、はい、これです。ちょっと以前もね、このリュックご紹介したことあるんですけど、これウクレレリュックなんですよ。ウクレレが入る、ここにガズレレとプリントがあったりとかして、これリュックサックになるんですけど、はい、こんな感じで、でね、あのこの横にも持てるんですよね。これだからビジネスマンの方、これ横に持って、これパソコンとかもここに入るんで、出張の時とかウクレレとかの、これコンサートサイズも入りますよ、このウクレレは。このガズレレ 2way リュックの詳細は概要欄のところのグッズ用のところに貼ってますんで、ご確認ください。5月30日からあのスタンド FM というサービスを使いまして、ガズのラジオ放送、ガズラジが毎朝7時半ぐらいから、どなたでもいつでもどこでも無料で聞けるサービスとしてスタートしました。はい、もう今上がってるんですけど、実はこのガズラジっていうのは、あの よくご紹介させていただいているガズクラブっていう、まあ、コミュニティの中で限定ラジオ配信してたんですけど、今回もうオープンでみんなに聞いていただこうということで、2021年5月30日からオープンになっております。ぜひ皆さんね、ちょっと見てもらって、リンクここに貼っておきますよ、このラジオ放送のリンク。はい、ここでちょっとねチェックしておいてください。毎朝もう気持ちがいい時間過ごせるようにラジオ配信していくんで、お楽しみにしておいてください。あとですね、リットミュージック社からリリースされているこのガズのいろいろ本、楽譜の本なんですけど、もうシリーズ累計12万5000部突破になっています。そのね、この新しいシリーズの本がこの青いジャケットになって7月に登場します。ただいま予約受付中です。このことの詳細も概要欄に貼ってますんで、ご確認ください。それとさっきもお伝えしたんですけど、ガズレレ大学とガズクラブ、こちらの方も大変盛り上がってますからね、これの方もさらにフォローしてもらいたいと思うんですけど、あとちょっとあのここにいつも挟んでるこの水引きだとかストラップとかキャップだとか、もういっぱいグッズも盛りだくさんで盛り上がっております。いや、これからねちょっと春めいてきてね、暖かくなって、お外行って公園とかでね聞くのにもすごくいい季節だなと思います。音楽は聞くよりやる方が最高。皆さん、日常生活にポップな音楽を取り入れてまいりましょう。またガズレレ YouTube チャンネル見てくださいね。今日は見てくださってありがとうございました。さようなら。